狭い、やばい。これは今呉市の西辰川町っていうところあるんですけど、後ろ家当たるぞこれ。これもっとなんかルートなかったんかな。あんまり末切りしたくないけど、大丈夫、後ろ大丈夫。もう右がね、あと10センチぐらいしかないんですよ。うわ、いや、これ買わせれんだろう。もうあと5センチぐらい。これ出るときどうすればいいんだろう。いや、あ、なんとか S 字抜けた。もうめっちゃクラッチのあの匂いがする。ずっと半クラだったんで。うわ、え、待って、これほんまに行けるんか、これ。え、ナビが急にそれたぞ、おい。今軽自動車は止まっとるけど、これ完全にやらかしたの、これ。うわ、何これ。またこれ絶対回らんじゃん、ここ。うわ、これダメじゃん、マジで。いや、これやらかしたな。ちょっと待って、これバックで降りないけ、もしかして。ここお願いして、これここで U ターンさせてもらおうかな。待って、ちょっと降りてくる。これはね、本当にやらかしてしまった。人がおらんのんすよ、住人の方が。多分これバックで下がるしかない、ほんまに。いや、さっきのとこ曲がれんだろ、これバックで。絶対無理よね。マジやってもうた。うわ、久しぶりだ、こんな。さっきの S 字んとこ、 S 字じゃない、ちょっと鋭角のねところが下がれるかどうか。そしてもう一箇所、その手前がね、ぶち狭いとこがあったんですよ。あっこが下がれるかどうか。これどっか敷地借りてから向き変えた方がいいかな。いや、これはやってもうた、ほんまに。さっきね、あの曲がり角のとこで住人の方おったんですよ。庭でずっとね、おばあちゃんが見よったんで、いけれんのならいけれんってちょっと言ってくれ、言ってほしかったな。うわ、待って待って、これはほんまに。ここギリギリいっぱい、あのバックの方が出やすいんか、これは。うわ、待ってよ、これほんま。右がね、もう
ほんま5センチぐらいしかないですよ。後ろも綺麗な壁があるんでね、お家の。やばいぞ、これぶつけたら。2トンでもね、結局こういう狭いとこ行ったら一緒ですからね。まあ大型よりは取り回しが楽ですけど、取り回しは楽だけど、狭いとこにはまると結局ね、こんな感じでバツバツの幅のとこ。俺ジャケね、クレがあんまり好きじゃないんですよね、クレのこの狭いところ。ちょ、暑い、暖房切ろう、エアコン入れよう。もう現場ほんと120メートルとか出とるんですけど、この120メートルあと1分のところでずっとイゴイゴしてます。これは確認して取った方が良かったよ。多分今左にね、おばあちゃんがいるんですけど、多分ぶつけんかどうか見よるんですよ。もしぶつけてね、そのまま逃げたら電話、会社に電話しちゃろうってね、多分見よるんですよ。なんとかこの急な鋭角のところを抜けれそう。抜けてこの先50メートルぐらいバックしたところにまた狭いところがあるんですよ。ちょっと待って、もうちょっとこっちやろう。あ、滑れるね、滑れるよこれ、滑れる、ほんと滑れるわね、ほんと。このね、入り口へまた電信柱があるんですよ、こっちに右側にね。電信がなかったらいいんですけども、また左もカツカツで、これポール誰かね倒しとるんですよ、これ。ポールがもうぐにゅっと曲がってね、斜めになってる。よいしょ。ここへね、こっち、ここに電信柱がおるんですよ。もう後ろのシャッターまであと80センチぐらい。電信柱をかわして、ブロックまで。ごめんなさいね、こんななんか情けない動画。はい、調べてから入ってくる。よし、どっからこれ回ってけへんだろ、ほんま。ああ、よかった、なんとか脱出できた。ああ、どうなるか思った、ほんま。ちょっともう一回これぐるっと回ってどっか広い道から入っていこうと思います。ああ、よかった。すっきり。あー、音しかった、ほんま久々にやらかした。まあ、ぶつけんでよかったっすわ、ほんま。あー、これまだ2トンのね、これアームロール、まあ普通車とほぼ一緒なんでいいですけど、これがね、あの2トンのちょっと長い分とかだと大変ですよ、ね、やりようがなかったと思います、はい、じゃあまあちょっと、ここ左行こうかね、ちょっと広そうな道から、現場の方へ行きたいと思います、はい、じゃあ、今日はこんな感じでしたけども、はい、とりあえず撮ってみました。ありがとうございました。皆さん、あの狭い道には本当お気をつけください。うわ、狭そうだな、この先も。